第一作の主人公の一人でしたね。彼女は第一作の事件以降、元凶であるアンブレラ社の捜査を続けていましたが、事態が急変します。パンデミックが発生したラクーンシティから脱出を図らなければならなくなります。ご覧いただいている通り、カメラ視点はビハインドビューを採用しており、バイオハザード RE2 と同じような操作性でゲームをプレイすることができます。オリジナルから、一生など変わってますよね。開発側では結構気に入ってますけどね。今回ゲームデザインの方をやはりその RE2 と比較してもアクション寄りに作られていますので、それに合わせた、リメイクというのを行っています。彼女の衣装に関しても同様に、改めてデザインの方を起こしている、設定になっています。カルロスもオリジナルからだいぶ見た目変わって渋くなりましたね。頼りがいがあるキャラクターとして、ジルと共に、ラクーンシティからの脱出を図る、そういったキャラクターに今回、生まれ変わっています。次はバイオハザード RE3 でも最重要なキャラクターともいえるネミシスの紹介です。シリーズでトップクラスの人気を誇り、